こんにちは。本日は2022BBM ベースボールカードファーストバージョンを開封していきたいと思います。ついに来ましたね、みんな大好きファーストバージョンということで、今日はねファースト記念すべき1箱目という形になってます。主なね変更点とかっていうのは、何回も伝えてきたかなと思うんですけど、枚数が1バックね10枚になって、必ずここに書いてあるキラカードがね入ってますよといった形になっているのと、新インサート、出ましたよと。で、裏側が、ゲリラカードこうですよと。で、今回のクロスは、クロスグラトだったかな、そんな感じの名前だったと思います。で、インサート、スペシャルインサート、ジャポニズム、もごもごスペシャルインサートありますよと。で、やっぱりちょっと熱いですよね。ちょっと今参考までに、ね、2021のファースト、なんであるんだっていうのはちょっとあれとして、長さはね、こうすると伝わるかなと思うんですけど、若干縮んでというかね、短くなった分やっぱ10枚になったんでね、こう厚さがありますね。このファーストはね、どっかで、開けていきたいなと思いますが、では、開けていきたいと思います。よいしょ。やっぱりこうね、診断開けるのってかなりテンション上がりますよね。公式さんの方で、いくつかというか、動画見ましたけど、大きいところは多分そんなに変わってないんじゃないかなと思うんですけど、これがチェックリストですね。ちょっと見てみましょうか。日本一になったのがヤスワローズということで、セリーグが頭に来て、はい、こんな感じになってて、チェックリスト、先ほどのレギュラーインサート、クロスグラトがあって、インサート、プロミシングユース、なんか期待の若手みたいな感じかな。ジャポニズム、アメイジングと 3D クロスで、スペシャルインサートがありますよと。で、ちょっとね、見えるかな、こっちかな、米印には白サインパラグルがあり、星印はルーキーパラグルあり、丸はシークレット、二重丸はうるしくですと。ワンパックには、うんぬんかんぬんという形で書いてあります。あとでね、これはまた読みたいと思います。では、そうですよね。やっぱね、僕がちょっとちっちゃい時、その時の記憶も正直ないんですけど、ほとんど。これがやっぱ熱かった気がするんですよね。で、多分ね、200円だったと思うんですよ、昔。でもこれぐらいの方が正直開けごたえがあっていいのかなと思いますし、今回はあれですよね、その、1枚キラカード、要はレギュラーの、キラカードが入ってるんで、ちょっとね、枚数も増えてくるとともに。やっぱそれがあるってことは、早速書いてない。集め買いがやっぱありますよね。では、開けていきたいと思います。なんかね、よくわかんないです。最初に。いきなり、クロスグラトーの、山田哲人選手。で、及川選手。相澤選手。高木選手。長谷川選手。辰光太選手ね。プロミシングユース。これインサートですね。その下に早速来ましたね。これがキラカードの、坂本勇人選手。いいですね。これちょっとね、10枚だとすごいなんか渋滞しそうな感じがするんで、
どうしようかな。この辺にちょっと置いときますか。シュート選手、クロスグラトの、田中選手。おっと、こっち、どれか。これかな、田中選手、小島選手。ちょっとぼやけてるの。こんな感じかな。で、これね、こっちに置きましょう。すごい、顔が。はい、クロスグラトの牧選手。奥川君。お、松葉投手。で、お、佐藤照選が来ましたね。お、末金選手。お、風間球太選手ですね。お、森友哉選手の、これは、企画カードですね。多分、ピッチボックスだと20枚あるんで、なかなか多分ね、大きく出せないんで、最後にね、ちょっと、やりましょう。はい、岸選手、松田選手。お、我らがね、大エース、大野雄大。原監督、阿部選手、お、三浦銀次選手、向野木投手、お、早速、これは銀白ですね、高橋周平。今ね、ようやく2軍復帰してきたんで、もう間もなくね、上がってくると思います。やっぱね、周平がいないとね、ダメですね。秋山選手。ルーキーですね。で、茂木選手。で、新庄ビッグボス。で、これは楽天のチェックリストですね。いやー、まあ当たり前なんですけど、新鮮でいいですね。多分というか、まあ間違いなくなんですけど、どの箱を開けてても、必ず、一箱目って、時間かかるんですよね。なので多分これもね、まあ努力はしますが、長くなると思います。金久保投手。お、ビッシュ。で、お、出てきましたね。佐藤輝明選手の、クロスグラス。で、小森選手、原投手、で、お、徳山選手のキラーカード、ルーキーですね。で、森選手の、クロスグラト、平野投手、グラシアル選手、藤原選手、青木選手、柴田選手、菊池選手、お、福留孝介、野口選手、おお、これは、あ、これ金ですね。やっぱ金のこの、なんていうんですね、このマットな紙質っていうんですか、いいですよね。浜のエースですね。今永投手。で、お、そっか、レギュラーにあるんでね、立浪監督の、キラーカードと、福田周平選手、野村選手の、クロスグラト、間違う、キラーカードこっちだったのか。で、住谷選手、お、松葉選手、あれさっきなんか見た気がする。で、菅野投手、で、新之助、黒原選手、水野選手、お、2枚目、お、プロミッシングユース、素晴らしいキャッチャーですね、松川君と、お、ラオウのキラーカード、早くね、復活してほしいですね、上沢投手のクロスグラフで、宮城投手、牧原選手。あれさっき松葉と同じだったよね。あ、そうだね。2
2枚目ですね。いやー、やっぱ1パックに10枚は今までやっぱ多くても8枚とかだったんで、やっぱ多く感じますよね。ついこの間まで、まあ、診断という形で開けてた、ルーキーエディションも確か6枚だった気がするんで。はい、お、ソブさん、やっぱいいですね。藤田選手で、小園選手の、クロス、相原選手、吉野選手で、お、これは銀ですね。浅間大輝選手の銀100歳で、お、佐藤俊介選手、ドガニのルーキーのキラーカードで、岡島選手、若林学人選手ですね。で、エチバギア選手、梶谷選手、岩佐投手と岡本選手、ルーキーの、豊田選手、小木田投手、前川君、デスパイネ選手、高浜選手、森脇投手、おお、クロスグラトーの、レギュラーですけど佐々木朗希投手、ビエイラ投手、糸原選手、お、福谷投手、佐藤俊介選手のノーマル、お、これはこれは銀紙ですね。違うな。ベイスターズのルーキー梶原選手の、100枚限定、これがシリアですね。で、中村選手の、キラーカード、お、ホークスのチェックリスト、渡辺投手、宮西投手、佐々木選手、なかなか開けごたえがあるとともに、そう言われてみるとそのシリアルカードの種類をあんまり見てなかったんで、どれぐらいの枚数だったかっていうのは全然今把握してないんで、ぼーっと開けながら見てますが、あ、これはよいしょ。でもこうなんでこんなに開けるのって楽しいんでしょうねって思います最近。行きましょう。エスコバー投手、なんかあんま最近調子良さそうじゃないですね。お、今永選手のノーマルで、山田哲人選手、お、宮君、池田選手、お、小園健太投手ルーキーの、プロミシングユース、確かこのインサートが3枚だったかな。銀白サインと同じだった気がしますね。野村選手、伏見選手、増田選手、早川投手、ガンケル投手、玉村選手、サノス、ルーキーの石田君、黒田投手、塩見選手、お、石井選手、柳田選手、川越選手、石川選手、高橋遥人君、坂本選手、最多勝の栗投手、柴田選手、お、これが銀紙のやつかな。そうですかね、200枚の、松川選手のね、
銀紙バージョンです。このルーキーの箔がついてるのは多分100枚限定の方ですね。そうすると。で、今井投手の、キラーカード。山崎福也選手。ウーネンティン選手。コンスケ。で、佐々木千早投手。あれですよね、なかなか12分の1が本当だとすると推し球団ってなかなか出ないですね。あ、全然空いてない。単純に今、インサートも含めてですけど、周平のね、銀箔が今出てるのがすごいなんか、いい意味で違和感ですけど。まあさすがにね、12分の1ですから。山田選手。これは、ヤクルトのチェックリスト。なんでこんなとこなんでしょうね。で、柳投手の、クロスグラウンド。今ね、奮闘中の大勢選手。ノーマルの松川選手。お、出ましたね。福留孝介のキラーカード。一応じゃあキラーカードこっちにまず入れておきますか。角中選手。小深田選手。はい、ファイターズのチェックリストですね。栗原選手のクロスグラウンド。宇佐選手、木浪選手、中田翔、山下選手、お、こちらもルーキー、山下、あ、失礼しました、安田選手、東投手、お、ドラ1、森木君、で、甲斐選手、東浜投手、出ました、日本のエースね、山本由伸。お、守護神ライデル・マルチネス。こちらが、DeNA のチェックリストですね。お、早速かぶりました、柳投手のクロスグラウンド、青柳投手からの、桐敷投手。お、高橋光成選手、ホロ箔ですね。これ50枚限定で、お、逆ナンバー。そうすると、この、なんか、1、2、3、今、資料3枚ですね。あれ、3枚が普通なのかな？大井野選手、T 岡田選手、栗原選手、辻監督。あと、5バック、ありますが、1、2、あ、違いますね。金がでも出てるんで、シビアが4枚箱ですね、これ。4枚の箱と3枚の箱があるんだったっけな。ちょっとね、全然まだ見てないんでわかんないですけど。鍵谷投手。お、絶賛首位打者。大島選手のクロス。村上選手。すごい綺麗ですね。ルーキーの、深澤選手。で、中山選手。お、栗原選手の銀箔。で、こちらもルーキーですね。野口選手のキラーカード。で、ラオウ。で、友崎選手。野村選手。で、栗林選手。伊藤選手。高梨シェフ、岩佐田投手、お、真央ちゃん、横山選手、お、岡本選手の、キラカ、森選手、ワンボーガー選手、源田選手の、クロス。20枚ワンボックスで出てくるんで、まあ、12球団均等に出てくるとすると、4チーム分が1チーム、あ、1枚だけってことですよね。
まあこれが普通であれば、普通というか順番とかがあるんだけど、さすがにこのワンボックス開けて3枚とかだとどっかのチームが省かれてるみたいなことになりますよね。まあ、あとちょっと見てみましょうかね。松山選手、山崎康明を加藤翔平で、山田哲人選手、岡留選手を上沢選手の木川かとで、田島選手、辰巳選手、荻野選手、高橋奎二投手、カープのねチェックリスト守備練習中です。高橋優希選手のクロス、岡田選手、八木選手、菊選手のキラカード。キラはちょっとなんか髪質が若干厚い気がしますね。平井投手、山本由伸投手、岩下投手、山崎総一郎投手、ライアン小川、坂倉選手のクロス、国木、中島選手、これは一概というか、これシークレット版なのかな。なんかちょっと明らかにモノトーン調で、この辺に置いておきましょうか。ちょっと見えないな。山本由伸選手のキラーカード。2000本安打ね、おめでとうございます。栗山選手の、茂木選手、山川選手、怪我から復帰しましたね。で、清宮幸太郎ということで、以上になります。ちょっとね、おさらいしましょう。山本由伸、菊池涼介、上沢選手、岡本選手、野口選手、大井野選手、森木選手、福留孝介、今井投手、塩見選手、野村選手、中村選手で、前川選手、佐藤投手、ラオウ、徳山選手、秋山選手、森選手で、坂本勇人という感じでした。ちょっと数えてなかったですけど、はいですね。で、こちら、インサートが3枚、松川選手、達選手、小園選手で、銀箔がこちら、栗原選手と周平と、浅間選手で、こちら金箔、が今永投手で、ホロ箔が、高橋光成投手で、ルーキーの、パガレルが、梶原選手と松川選手といった形になりました。シリアル4枚でしたね、今回と、あとこれが何番かちょっと分かんないですけど、丸選手のなんか、背景がね、白黒のやつ。やっぱ1枚10枚なんで、1枚10じゃないですね、1パック10枚なんで、開け応えがかなりあります。皆さんもね、ぜひ、開けてみていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。